はい、枝館チャンネル岡田ジャパンと言います。よろしくお願いいたします。今回デッドバイデイライト初ゲーム実況やっていきたいと思います。まあ、どんなゲームかと簡単に説明しますと、サバイバー4人と鬼1体の鬼ごっこゲームですね。サバイバーの方は発電機を5個協力して直して脱出したら勝ち、殺人鬼の方はサバイバーを全滅させたら勝ちというゲームになります。まあ、いろんな駆け引きがあってね、面白いんですけど、まあ、まずはやってみましょうか。サバイバーでやっていきます。よっしゃ、久しぶりにやっていきましょう。ドワイト、この緑のが僕ですね。で、これが右が同じサバイバー。あ、みんな集まってるね。よっしゃ、じゃあ発電機まずつけていきましょうかね。左の下に書いてある5って書いてあるのが発電機の数です。これ5個を直したらゲートが、電気が通電するんで、そこから脱出できます。キラーがね、何かね、わかんない。あ、今信音するでしょ。信音するってことは今キラーが近くにいます。ドクンドクンって。どこ？いたね。バレたかな？逃げよう。じゃあ生き延びよう。やばいやばい、あぶね。このパレットっていうのがあって、パレットを駆使して、おお、危ねえ。じゃあ逃げましょう逃げましょう。あとね、窓枠も飛び越えることできるんでね。おお、よし、なんとかやり過ごしたかな。ちなみにキラーの方は FPS って言って、本当に目の視点でものが見えてるんで、後ろに回り込まれたりとかしたら見えないですよ。よし、巻いたね。よっしゃ、発電機つけていこう。3、4ヶ月ぶりだね。あ、発電機つきましたね。仲間がバンバンつけてってくれてます。僕も急ぎましょう。あったあった。ちなみにキラーもね、確かね、20体ぐらいいるっすよ。お、なんか来た。で、今のがトラッパーって言って罠仕掛けるやつです。で、トラバサミ踏んじゃうと動き止められちゃうから、まあ、足元にも気をつけていかんといけません。で、これ今発電機直してます。発電機直してる間にもね、キラー襲ってくるんでね、周り確認しながら気をつけてつけていきましょう。で、これスキルチェックなんですけど、大丈夫だ。これスキルチェック失敗すると爆発しちゃうんで。今奥にいたね、トラッパー。チェイスしてるね、チェイス。これもうすぐつける。これね、2人でつけてると進行度も速くなります。このゲージがマックスになると、はい、発電つきました。よっしゃ、じゃあついていきましょうか。この赤いのがね、クローデットっていうキャラクターになります、ね、女の子です。どこ行くんだ、この中にあったっけ。これ罠引っかかったですね、仲間が。あ、抜けれたのかな。ちなみに今左下に赤い血が流血のマークがあるんですけど、これ1回目に2回食らうとダウンしちゃって瀕死になっちゃいます。そうするとフックがあるんですけど、そのフックに釣られると、3回釣られるとゲームオーバーです。この子怪我してるんで直してあげましょう。あ、これミスった。さっさと直しちゃおう。 OK、 よっしゃ。3人で直すと3人分早くなるんで、より早く直せます。はい、 OK、 あと1個、あと1個どこかな。すごい速
話すの遅れちゃったんですけど、僕の右下にあるマーク、これパークって言います。これまあ簡単に言うと特殊スキルね。今僕4つつけれるんですけど、今1個だけつけてます。これがこうしゃがんで歩くのが少し速くなるスキルです。まあこれつけてるとね、僕非常にやりやすいんで、これは必ずつけてきますね。お、後ろで追われてるかな。あの人やられたら助けてきました。追われてないの。ちょっと直しちゃいましょう。これ今奥にあるなんか緑のタワーみたいな、タワーっていうのかな、これがフックです。これに釣られてしまうと、3回釣られてしまうとゲームオーバーです。いるかな、どっかに怪我したね。あとちょっと、この黄色い人も見え、あのオーラが見えてるのが、はい、ついた。特殊なパークで見えるようになってます。普段はこんな風に見えないんで、これやっていくとお互い修理したり怪我した時に一目散に直しに行けたりするって感じですね。さあゲート探しますか。ゲートどこだっけ、全然見てなかったっけ。あれ追われてんのかな。お、開いたね。どこだ、あそこだ。お、キラーいるね。どうやらやり過ごせそうですね。強行突破。はい、オッケー、脱出できました。お疲れ様です。ちょっとね、時計がカンカン言ってますけどね。まあこんな感じですね。まあ定期的にやっていきたいと思いますので、またぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回も見てください。ではバイバーイ。